平気でうちは撤退ないですよって言うんですよね、うん、フランチャイズチャンネル。フランチャイズの撤退率の調べ方について、これはね、ちょっと1ヶ月前ぐらいの話でね、少し撤退率の話題があって、それに対してご質問いただいたんで、どうやって調べたらいいんですかって。でこれはまあ一番分かりやすいのは、日本フランチャイズ協会ね、あそこに加盟しているFC であれば、一応これは毎年報告する義務があるんですよ。1年間にどれだけ増えて、でどれだけ減って、その足し引きが純増っていう、まあ下手したら純減という。でこれは日本フランチ JFA に、加盟しているところは JFA のホームページに情報を開示されているということなんですけど、でもそういう FC ばかりじゃないんで、じゃあその他のところはどういうふうに見たらいいのかっていう話なんですよね。でこれはどうしたらいいと思います？加盟担当者のね、その話はそのまま聞けないもんね。平気でうちは撤退ないですよって言うんですよね、うん、1年以内に辞めていたら撤退じゃないっていうふうにカウントするんですとか、もうシャーシャーという本部があるわけですね。研修で辞めてんならまあともかくね、1年で辞めてる人がカウントしないって、それは超一番まずい撤退じゃないかと思うけど、でもそういうふうに、まあ理屈としてはそれはその人のやっぱり能力がなかったから、2年以上続く人はもうずっと続いてんですよみたいな。基本的には僕はまずは聞いてみるというね、聞いてみてその時のまあ反応ですよね。でこれはそこでタジタジするとかね、ごまかそうとする、それね、まずそこはおかしいと思うんですよ。だいたいこれは聞かれるもんだから、かといって聞かれるもんだからって、いやこれはこうです、これでないんですよっていうふうに、まあ縦板の水のように話すのもちょっとどうかとも思うけれども、だからその辺は非常にその担当者の言葉をまず信じてっていうのは難しいところはある。でもまあ聞くことは必要、やった方がいいとは思いますね。あとね、普通にやってね、これネットで出てはくるんですよ。撤退率が結構多いところはですね、まあ、なんとか撤退とかやればですね、閉店しましたとかですね、ずらっと並ぶんですよね。だからこれは調べてある程度は分かるレベルではあります。それから今5チャンネルっていうのかな、そういう検索をすればそういうスレッドがあって、撤退した人たちがガンガン喋ったりしてるみたいなのもあるんで、これはそういうそのレベルの個人的なリサーチも必要じゃないかと。撤退率がこのどの程度ならいいのかって話なんですよね。でこれはどう思います？ 10% とか 20% とか、で 10% だったらという気はしますよね。でも 20% って言ったら5人に1人辞めてるわけじゃないですか。で僕はこれはでもね、一概には言えない説なんですね。だから仮に 20% とかあったとしても、残った人たちがすごい儲かってるっていうんだったら、最初に撤退率は 20% ぐらいありますよって言って入ってもらってるんだったら全然いいと思うんですよ。そうですね、撤退が5人に1人あったとしても、やっぱやることが難しいから、4人の方に入ったら年収サラリーマンの倍の2000万にはみんななってるし、だったらいいと思うんですよね。でもそうじゃなくて、誰でもできますよって言って 20% とか 30% とかやめてたら、それはやっぱ問題だろうというふうに思いますよね。結局これは事前のトークだと思うんですよ。だから今揉めてる接骨のね、アトラさんなんかも撤退がゼロですよって入ってるから、で実際にはあったわけでしょ。入ったらすぐ知るわけじゃないですか。その辺もどうなってんのかと僕は思う。分かりますよね、入った後、竹田地区みたく全部ね店舗の業績を出すってことはないにしても、まあやっぱり分かりますよ、はい、撤退があって、いやないって聞いたのにみたいな話になるのはやっぱり、おかしいから、普通は僕はその営業段階である程度トークっていうのがこう後からトラブらないように修正されるのが普通なんじゃないかというふうに思いますけどね。やっぱり正直に普通は言うと思うんです。ある程度徹底あっても、それは失敗する方もいるんですと、こういう方が失敗しますと、そういうところを正直に普通は僕は話すと思いますね。いい本部なら本当は 15% あるのを、まあ、10% 程度ですねって言うかもしれない。でそのぐらいだと僕は思いたいけどね。そこがきちんと言えないような、そういうことあんまり聞かれないんですよとか、そういうこと聞く方は失敗するんですよとかね、まあ、そういうところは言っといた方がいいんじゃないかなと
というふうには思いますけどね。はい。